はい、バットマンです。エネゴリーです。今日は、はい、初めてギターを弾き始めた、はい、という人がこのコロナでめちゃくちゃ多いじゃん。あ、そうですね、楽器を始めるっていうのは嬉しいよね。あ、そうですね、特にギター多くて。あ、そうですね、うん、なんか初めて、なんかこの間買って4ヶ月みたいな人結構なんかコメントくれたりして、本当に、うん、ありがたい限りなんですけども、なんかね、今日はね、コードのことやりたいんですよ。はい、コードね、はいはい、で、コードって、はい、あの、どう、すぐ抑えられるようになったの？僕はもうなんか最初全然バレーコード、制覇っていうんですかね、うんうん、のとかもう、なんか最初全然最初から抑えれた記憶がないですね。あ、そう、なんかあの、どうやってクリアしたの？なんかあの僕の場合はなんかもう、もうとりあえずずっともう最初なんかあの力ずくですよね。何を見てそれ、あの、何ですか？僕最初な習ってたんですけど、いきなり、あの、最初ギター、そうですね、ギター買ったと同時に、あ、買ったと同時に習いに行って。そうなんですよね。でそこで、まあ、習い出してすぐぐらいの時に、まあ、ちょうど出てきてみたいな、バレーコードが出てきて、もうでも全然抑えれない、音が出ないみたいな。ああ、そうなんだ。はあ、まあ、テキスト上、まあ、そこで使ってるテキストで出てくるっていう、まあ、ちょっという流れもあったんですけど。へえ、知らなかった。ちなみにね、俺は、買ってから、もうずっと1年ぐらいはずっとコード弾いてたんだよね。おただただ習いに行くこともなく、うん、そうそう、それで、あの、その時にね、それこそクヤトンですよ。クヤトンの、はいはい、ヘビーメタルっていうアンプじゃなかったかなと思ったけど、すごい、確か名前がいいですね、うん、グレコかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、 あって、うん、それをね、もう最大に歪ませて、そう、朝から晩まで弾いてたから、めちゃくちゃ起きた。すごい、そうですね。それでもやるっていう。しかも、ブルーハーツの4コードを延々となってるから、コードがずっと4コードになるの地獄だよね。そうそうそう。荒くれておりましたね。なわけで、今日はそのコードをね、はい、パッと覚える方法をいいですね、やっていこうかと。うん、そうですね、最初、まあ、一番なんのこっちゃって感じでしたもんね、ギターの。なんのこっちゃだったよね、本当に。なんかあの、この間ね、インターネット見てたら、あの読んでてちょっと爆笑しちゃったんだけど、なんかギターに、友達にね、ギターでどうやってドラミファソラシド弾くのって聞かれたやつが、はいはい、あの、ギターにはお前ドレミファソラシドなんかないんだよ、コードしかねえんだっつって答えちゃって後悔したっていう人がいて、そのぐらいやっぱりコードから入るよね。確かに、まあ、そうですよね、ギター、そうですね、一番手っ取り早いのかもしれないですね、うん、気持ちはわかる、その、ドレミファソラシドはないって言いたくなる。気持ちはちょっとわかるけど、はい、というわけで、ちょっとだんだん長くなるからあれなんだけど、はい、今日はあの、もう一瞬で、もう一日でね、コードが弾けるようになる。そう、僕の生徒で初心者って大体ほとんど1日でとかで、あっという間にコードを覚えるようになるんですが、はい、はい、じゃあね、はい、僕の教え方は、はい、まずはね、こっち、これナットだと思ってください。こっち側がね、はい、ナットだと思ってもらって、はいはい、1、2、3フレット、はい、じゃあちょっとそこだけ弾いてもらおうかな、はい、うん、これのことをベースラインと言いますね。ベース、一番最低音の音を、はい、コードの名前としますいつも。だから F の音を押さえてて、要はファの音ね、はい、F の音を押さえてたら F でしょ。で G の音を押さえてたら G なんとかなわけですよ。その下に何をこう、高いところに何を積むかによってその跡が変わるんだけど、はい、でまたここにね、急にコードをつけたりすると、はい、覚えられないから、あ、とにかく初心者の方には、はい、まずね、俺最低音だけを覚えてもらってる。あ、どこに何の音があるのか。そう、あ、なるほど。例えばじゃあここからやりますよ。じゃあ皆さんも一緒にやろうね、はい、はい、じゃあ F と、まずここのね、 F と G と A だけ覚えてください。この点、はい、点がない最初のところと点がの2個目、あの1個目、2個目、そうで、F、A ね、これ、はい、G、G、F、F、A、A、G、G、A、A、
F F G はい、これをやります、はい、じゃあ皆さん一緒にやりましょう、はい、はい、いきますよ、はい、言ったら弾いて、あ、音を出してドーンって、そう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 、はい、いきまーす、はい、F G F A F F G A F G A 今ちょっとエネグレ引っ掛けようと思って早くやってるからちょっとゆっくりやりましょう、うん、はい、はい、せーの、はい、F A G A F G A F G A はい、もう FGA は覚えたじゃん、まあね、間違いなく、うん、バチですね。じゃあ次はですね、あと3つ増やします、はい、このまんまなんだけど6弦のここに FGA があるってことが分かりました、はい、次はここに BCD っていうのがあります。あ、はい、BCD、はい、ちょっと調べてみせてください、はい、そこでね BCD、はい、場所としては、はい、ギターで言うと、はいはい、3つ目の点、はいはい、そのすぐ隣、はい、これが C、はい、ドレミファソラシドのドね、はい、次、はい、で、はい、ここまであります、はいはい、じゃあこの BCD だけあります、お、はい、今さっきのように、はい、はい、いきまーす、はい、B で、俺がすごい昔のキャメラマンとかいう時代の人ってわけじゃない、ないけど分かりやすいように B と C と D が分かりにくいから B と D って言うからね、D って言うからね、あの人昭和初期の人だなって思わないね。はい、じゃあ B B D C D B DC D D B C B はい、いかがですかね。これである程度、まあ、まあ別にできると思うんですよ。ちょっとまあ間違ったとしても、間違ってしまったら、今さっきのまた最初に戻って、そうです、ね、何回もこう僕が言ってるのを聞きながら、できればもう指板だけ見て僕の声だけ聞いてもらって画面見ないで流しっぱなしにしてやってもらえるのが一番いい。できればその画面を見て、最初はね、どういう風にやるかが分かんないから、エネグレがやってるのをこうやって見ていいんですけども、はい、そのうちだん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 自分の指板だけ集中してもらって、そうですね、見比べない方がいいかな。最初に BCD って覚えちゃって、それだけやった方がいいかな。そうですね、ここで移動できるようにですね。そうそう、はい、じゃあ、はい、集中してもらってですね、もう6弦のルートは全部覚えましたから、はい、じゃあ下から F G A B C D となってるわけですよ。この6つでやります、はい、これはちょっと難しい、はい、なのでちょっとゆっくりやりましょうね、はい、はい、いきますよ、はい、はい、お邪魔になるようにね。なんか何ですかね、この緊張感。いますよ。はい、はい、はい。G A F B G D B FA B G D C D F G A D F G AB F C D A G A
いいね。もう真剣なのがよくわからない。ハーモニクスと捉えました。というわけで、はい、まあそれでまあ6弦をもう覚えました。はい。はい、6弦を覚えましたんで、はい、今度は5弦の方に行きます。一応、はい、開放弦はね、もうチューニングの時にしょっちゅうやるから、うん、ね、EAD とか覚えてると思うので、はい、はい、今度は5弦の方の2フレットからですね。はい。はい、B と C と D です。はい。はい。はい、じゃあ行きまーす。はい。B、C、D、C、B、D。あ、ごめん。D、D、ごめん。B、C、B、D、C、B、D、C、D、B、C、D、C、ね、はい、できました。はい。BCD さっきもやったのと一緒だからね。そうですね、6弦の。そうですね、もう要はこことここで同じものがあるっていう風にね、動き方は、まあ、この動く感覚っていうんですかね。そう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 、はい、一緒ですね、一緒だね、はい、じゃあこの先があります。今度は E と F と G があります。あ、そうですね、うんうん、はい、というわけでここだけちょっと残しまして、分かりやすいようにね、7フレット目、はい、要は点で言うと3つ目からはい、F、あ、E、いいね、F、G となってます。はい、はい、いきますよ。はい、はい、E、G、F、E、G、F、G、E。G F G E F G はい、もうこれで覚えました。もうバッチリですね。はい、はい、5弦はね、こういう風に並んでます。こっちはナット側ですね、はい、ナット側から言うと、B 音出してくれる、はい、B C D E F G となってます、はい、やってみましょう。はい、ね、いきますよ、はい、皆さんいいですか、用意は。はい、いきまーす、はい、B D F C E D G BC E D F G B C E D G E G C D B E C F G D B C E D E F G C。 おお、素晴らしいね。素晴らしいね。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、このルート音だけ覚えてしまえばね、うん、まあ楽勝だよね。そうですね、はい、これが結構最初ちょっと、そうなのよ、難しかったですね。結局ね、なんかコードが弾けるっていう人でも最初、うん、あのまあ結構ね、まあ、コードぐらい弾けるっていう人たちいると思うけど、はい、あの例えば歌本見ながらとか、うん、じゃあ楽譜を初めて読みましょうとかって言った時に、はい、実はこれがよく要はねできるんだけど、うん、このスピードでできないっていうのがあって、やっぱりね、人にこう言われるのと、まあ、譜面を見るのと一緒だから、うん、このスピードをね上げるとね、めちゃくちゃうまくいっちゃう。ああ、そうですね、はいはい、ちょっと早くなりますよね。そうなんですよ、うん、はい、というわけですごく長くなっちゃったから、はい、ちょっとまあここら辺で、はい、一度
お別れとして第2部に多分つながるように編集したいと思います。とりあえずまあ次回ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。